はい。今回はブログライティングメソッド。タイトルとディスクリプションを決定について見ていきます。まあ、タイトルと言うと、ブログ記事で顔中の顔ですよね。このタイトルでクリックするかとか読むかっていうのは最初に判断されるところ、入り口なので、とても大切な部分です。ではね、簡単にそのタイトルの決定方法について見ていきましょう。でタイトルは原則32文字で設定してくださいと私たちはお願いしております。厳密に言うとね、28文字から32文字。 まででであれば問題ないですけども、その時にね、ブックマークされて人気の記事の、ね、共通を、ね、取ると、まあ、平均を取ると32文字ぐらいだと言われていますので原則32文字目安で設定をしてみてくださいでディスクリプションなんですけどもこれは検索した時のタイトルの下に細かい字で出てくる説明ですねディスクリプションというのは説明というね まあ和訳するとそういう意味なので、検索のタイトルの下に出てくる細かい字です。ここにもキーワードが含まれていると、検索結果には優、ね、位になりますので、ディスクリプションにも、ね、こちら特に、ね、決まりはないんですが、キーワードを入れて100文字程度で設定してみてください。特にこう細かい、ね、こう書き方とかはないので、ディスクリプションはあくまでも記事の補足のようなイメージで書いてみてください。で原則32文字で、 前半、後半というふうに裏を分けています。記事のタイトルですね。まずここで考えてみましょうで。タイトル付けのポイントの決まりがあります。こちらを参考にしてみてください。前半、先ほどの前半のところでは、感情表現、ね、びっくりマークとか、クエスチョンマークとか、要は感情を揺さぶるような好奇心をこうくすぐるような表現を前半でしましょう。で後半ではですね、まあ、ベネフィット。 なんかこの記事を読むといいことありますよというベネフィット、具体的ないいことを、ね、表現できるような、例えば数字を使って、ね、何パーセントアップするとかね、いうふうに何,何かがこうできるようになるみたいな、悩みが解決できるようになるみたいなニュアンスのことを後半では言ってあげてください。で、設備語となっていますが、最後の言葉ですね。締めの言葉。何とかの方法とかね、何とかの手法というような大変止めっていうのをね、懐かしいですよね。大変止め、習いましたけれども、国語で。 この体現止めを用いるということになります。なので、先ほどのね、こちらですね。こちら見ていただいて、こちらかな。この前半考案という形で、で最後にね、設備語というのをつけますので、大きくはこういうイメージで見てみてください。それではね、ここを繰り返しになりますので、飛ばしますねで。例えばこういうことです。前半じゃあどうやってやったらいいの感情表現ってどういうことというと、例えば知らないと損をするとかね、まだ何々しているんですか。 な自分もしかしてしちゃってるってことでね、少しこう興味をそそるわけです。いやもしかしたら危ないんじゃないかってことで、危機とか、例えば恥ずかしさみたいなのをこう煽るわけですよね。で、今更聞けないってなるとね、あま自分知っとかなきゃってなるわけです。で、本当は教えたくないとい言うと、そういう情報こそ知りたいわけですよね、人間の心理的には。なので、感情表現ということで、もう他にもね、表現方法ありますけれども、一つ例として参考にしてみてください。で、後半がですね、まあ、ベネフィットというか、 何々がこうできるようになるってことをね、示してあげればいいので、反応率が上がる。これもね、まあ、いい。まあ、ベネフィットを伝えますよね。反応率が上がるとか、文章力が格段に上がる。なんとかの方法ってつながるわけですけども、そういうメリット、ベネフィット。で制約率がぐんとアップするとかね。いうことで、例えばコピーライディングが書けるようになるとかいうふうな、何かこうできるようになるとか、何か改善されるの要素を、この後半では持ってきてあげてください。だんだんこうイメージがね、できていきましたかね。 最後は、そこまでいったら、まあ、名詞なんかをね、体現止めということで、締めに使ってあげればいいんじゃないかなと思います。何々の方法とかね、何々のまとめ、何々10選とかね、15選とかね、何々の秘密とか、他にも何々の手法とか、何々の手順みたいな感じで言えますので、最後にこう名詞でね、決めてあげるとまとまりいいですし、知りたいなと思ってもらいますよね。ここに数字を使うのも有効的です。何々のね、6つの 6つの方法とか3つの秘密とかね10選とかそれがね例えば3銭5銭でもいいですし何か数字が使えないかなっていうことでこの設備後っていうのも最後につけてみてくださいでこれがね過去に私たちの更新した記事のサンプルというかね過去のものですのでどれかご参考にしてみてください、まあ、フリーランス必見 DM ニュースレーターを自社で印刷発送する方法ということで必見というのはねこうもう自分ごとだって思ってくれるわけですよね でも導入必須とかね、導入しないとっていう,う感情をこう少し揺さぶれるわけです。で、3ステップとか、1分で記事タイトルをとかね、良質き10選という数字も効果的に使っていますので、これ一つの型として当てはめて考えてみてください。